はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、6月28日金曜日でございます。ただいまね、お仕事が終わりまして、今から帰るところでございますけれども、今ね、建物の下にいますので、雨には何も濡れていないんですが、いや今日の天気はすごいですね。今そろそろ建物の外に出ますけれども、雨はね、だいぶ弱まりましたね。うん、普通の雨ぐらいの、まあ普通のちょっと激しい雨ぐらいまあその程度の雨になりましたので、まあこのぐらいならまあどうにでもなるなという状況ですけれども、いやさっきね、すごかったんですよ。ものすごい土砂降りになってまして、いや、こんな状態で車運転したくないな、というのが、率直な感想でして、まあこのぐらいだったらまだいいかなと。うわ、川がすごい川がすごいことになっている。これはすごいな。この川の中に入ったら、確実に飲まれてこれ死にますね。っていうぐらい、ものすごいことになってます。なんだこの濁流は。ね、車運転してなかったらね、スマホで動画を撮っておきたいぐらいのね、かなりの濁流になってます。もうこの濁流のど真ん中にね、身を投じたら、絶対に生きて帰れなくなりそうな、そのぐらいすごい濁流になってますね。まあ、水もね、もう、なんだろう、焦げ茶色というかね、どす黒い色になってますね。普段ね、ここは川の水がね、流れが途絶えるぐらい、水がほとんどない、そういう川なんですけれども、やっぱりこれだけの大雨が降るとね、丹沢の山に降った水が、全部じゃないんですけれども、かなりの量の、この山に降った水がここに流れ込んでくるので、大雨が降るとすごいことになるんですね。うん。今日はね、そんな話をしたいがために今収録を始めたわけではなくてですね。まあ今日一日ね、結構忙しかったんですけれども、ね、こんな土砂降りの中ね、お客様のところ行って土地の境界確認したりとかね、結構きつかったなという状態だったんですけど、ね、午後から法務局行ったりとか、まあそんな感じだったんですけどね、うわ、すごいな、この濁流は。ほんと、車運転してなかったらスマホで動画撮っておきたい、そういう、まあ状態で、まあいいや。でね、そんな忙しい中ね、ちょこっとした、まあ、合間があってですね、で、YouTube をちょこっと見たんですね。そうしましたら、なんかおすすめで出てきた動画で、ね、ソニーから販売されてるカメラ、もうね、3、4年ぐらい前に発売されたカメラですかね。ZV-E10 っていうね、APS-C サイズのセンサーを搭載した、Vlog カメラとして販売された、レンズ交換式のね、ミラーレスカメラ。まあ、これがね、今もまだ販売されてるんですけれども、このカメラが、だから3年ぐらい前に販売されたのかな？要は発売されて3年時間が経っていて、まあ、お値段もだいぶね、いい、お値段、要は、お買い求めやすい価格帯まで下がってきてますよっていうね、まあ、そんな動画があったんですね。へえ、そういえばなんかそんなカメラあったような気がするなというところがあって、どんなカメラなんだろうと思って、見てみましたら、残念なことに EVF がないんですよ。あ、EVF ないのねと思って、今私が持ってるソニーのカメラで APS-C サイズのカメラで α6400 っていうね、まあミラーレスカメラがあるんですね。で、このカメラは、もちろん EVF あります。で、背面液晶はチルト液晶なんですね。ですので、バリアングルじゃないんですよ。意外とこれ、バリアングルじゃないっていうところは私気に入ってまして。で、なおかつ、動画もちゃんと撮れるんですね。で、この α6400 が発売されたあたりぐらいから、
変わり始めたんですけれども、お、雨が強くなってきましたね。ヨーロッパの方の、なんかその関税の関係で、30分以上連続して動画が撮れるカメラは、なんかビデオカメラというなんか扱いになって、関税が高くなるっていうね、なんかそういうものが昔あって、で、その関係でカメラが高くなっちゃうと売れなくなっちゃうから、ミラーレスカメラが、まあ一眼レフも含めてね、動画を撮れるカメラは30分までしか連続で動画が撮影できないっていう風に、カメラ側の機能として制限が設けられているっていうのがね、まあ昔結構あったんですね、そういうのが。なんですけど、今はその関税がなくなったんでしょうかね。で、まあ30分規制っていうのがなくなったんですけれども、α6400 はその最初の頃なんですよね。ですので、その、ちょうどこの30分規制がなくなったというぐらいのタイミングの頃に発売されたカメラなので、一応熱暴走さえしなければ30分以上収録はできるという。まあそういうカメラなんですね。ただし、手ブレ補正がないんですよ。ボディ内手ブレ補正がなくて、まあそこがね、本当に残念なカメラなんですけど、それさえ我慢できれば非常にいいカメラなんですね。で、この、今回お話の元になっている ZV-E10 というカメラは、α6400 に対して EVF をカットして、で、ボディ内手ブレ補正はないんだけれども、電子手ブレ補正は搭載してるよっていう、そういうカメラなんですね。で、α6400 よりも、安く販売されてると。まあそういうカメラなんですよ。なので、まあ正直ちょっと微妙なカメラだったんですね。発売当初もなんか微妙だよね。まあ Vlog カメラだから EVF なくてもいいかもしれないけれども、まあとはいえ当時やっぱり10万ぐらいしたのかな。うん。で今、今日日中 Amazon で見ましたら、一番安いところが79,000いくらなんですよ。まあ本体だけですけどね。本体だけで79,000いくらで、出ていて、まあ約8万ですよね。なので、EVF があったら買っちゃおうかなとかも一瞬思ったんですけれども、いや、ちょっと待てと。EVF ないし、ね、しかもボディ内手ブレ補正がないんだったら、別に α6400 でいいじゃんって、そこでハッと気づいてしまって、まあ結局、うん、これはないなと。安いけどないよねっていう感じで私の中でまあ一瞬で消えたというね、まあそんなカメラなんですけれども、まあGoPro とかね、1日にセンサーの、DJI Osmo、Action 4でしたっけ、とかを買うんだったらまだ α6000 じゃないよ、 ZV-E10 の方がいいのかなと。まあ金額はね、若干上がっちゃいますけどね。とはいえ、ね、ソニーのカメラなんで、オートフォーカスはズバ抜けていいですから、まあ Vlog カメラとしては悪くないんじゃないのかな、と個人的には思います。思いますけれども、まあ EVF ないので、写真撮るのもきついし、ね、で、あとはボディ内手ブレ補正がないから、やっぱり手ブレ補正も正直微妙ですよと。電子手ブレ補正かけるとね、場合によってはね、画角が狭まってしまうという部分もありますので、まあ、そこまでやるんだったら、もう α6400 を買うか、さらにもっとお金を出して、α6700 を買った方が、間違いなく幸せになれるんじゃないかなって、まあ、個人的には思いましたけどね。うん。まあ、でも少しでも安く済ませたいっていうんだったら、まあ、買うのもありなのかな、なんて。まあそういう感じのカメラですかね。でね、まあ今はね、この音声だけしかね、当然撮ってないわけなんですけれども、やっぱりこの車載動画を撮るにあたって、ね、まあこの間2本ぐらいね、撮りましたけれども、やっぱり GoPro Hero 10、まあ Hero 9でも一緒なんですけれども、ね、もう2世代前になるのかな？うん。今最新がね、GoPro Hero 12? 12ですよね。になってますけれども、やっぱりこの GoPro のやっぱり最大の欠点っていうのが、
収録中に本体がものすごく熱くなるんですよ。で、最悪の場合、熱停止をしてしまうという部分ですね。で、まあこれミラーレスカメラでも一緒なんですけれども、熱停止をしてしまうと、しばらく収録が使えなくならない、もう使えなくなる、カメラが使い物にならなくなってしまうっていうね、まあそういう問題点があって、まあ今日みたいにね、これだけ雨が降ってると、気温もね、だいぶ下がるので、まあまだいい方なんですけれども、夏になるとね、当然暑くなるじゃないですか。でね、まあ車の中であればね、まだエアコン使いますからいいんですけれども、ただ本当のね、夏本番になると、車内のこのエアコンを使っても、あんまり車の中って涼しくならないんですよね。特に今私が乗ってるこの会社の車、軽ワゴン車はね、もう、軽自動車という時点ですでにこのエアコンの能力がかなり微妙な状態になってる上に、ワゴン車という部分で、その、冷却しなきゃいけない空間、体積がね、すごく広いんですね。だから、エアコンがね、すごく効きにくいんですよ。という問題点があってですね。まあ、夏場ね、エアコンつけても全然ちょっと微妙だよっていう。で、ね、GoPro Hero 10とか Hero 9そのものがね、4K とかで撮ると、まあ 4K で撮らなくてもね、この間フル HD で撮っても、だいぶ熱を持ってましたので。だから、まあできればね、イヤホン端子のついた、で、手ブレ補正ががっちり効く動画が撮れるカメラが欲しいなと思うんですけれど、先日購入したパナソニックの DC-S9 ですね。S9 は手ブレ補正効いて、一応イヤホン端子、マイク端子も搭載してるんですけれども、連続で撮影できる時間がフル HD で20分かな。で、4K で15分までなんですよ。そうすると、やっぱりその長回しができないんですよね。ってなってくるので、そうすると、じゃあどのカメラ使ったらいいのっていう話になるんですよね。そこがまた微妙なところで、悩ましいとこなんですよね。で、ね、前持ってました。例えば、パナソニックの GH6。これなんかはね、手ブレ補正がかなり効いたカメラなので、まあ、あれを使えば、ね、車載動画、間違いなかったんですけど、まあね、今回手放しちゃいましたので、なので、まあ、あと可能性として考えられるのは、S5II MarkX ですよね。まあ、これを 4K30p とかで、まあ、撮るのか、まあ、フル HD で撮るのかは別としてね。まあ、あのカメラであれば、長回しができて、手ブレ補正もちゃんと効いてくれる。まあ、そんなカメラになりますから、まあ、この辺で行くしかないのかなと。まあ、あとは、強いて言えば、売らないでね、ずっと手元に残してます、やっぱり同じくね、パナソニックの、GH4 ですね。もうだいぶ前のカメラですけれども、まあ、このカメラがね、長回しをするという意味では、すごくね、省エネのカメラでいいんですよ。いいんですけれども、手ブレ補正がないんですよね。まあ、だから消費電力もあんまり食わないで長回しができるカメラなんですけれども、だそれを車載動画で使った時に車ってどうしても揺れるじゃないですか。そうするとちょっとどうかなっていう部分は、まあ否めない部分はありますよね。だいぶ振動で動いてしまうと思いますので、まあ GH4 でもいいんだったら α6400 でもいいよねっていう話になるんですけれども、まあ重さで考えると GH4 の方が多分軽いと思うんですよ。あのカメラはね、めちゃくちゃ軽いんですね。めちゃくちゃ軽いので、だから、まあ、この車の振動さえなんとかなれば GH4 で撮ってもいいかなとは思っているんですが、多分ダメでしょうね。ってなると、まあやっぱり、あれかな。GoPro。ヒーロー10で撮るか、あと昔のね、ソニーのアクションカムって昔あったんですよ。なんだっけな。ちょっと型番忘れたんですけど、最初につくアルファベットの文字は忘れたんですけど、AS300 っていうね、光学手ブレ補正が搭載の、ソニーのアクションカム、フル HD しか撮れないんですけどね、を持ってるんですね。まあ、それを使えばね、手ブレ補正が、あと光学手ブレ補正なんで、機械式じゃないんですよ。
だレンズがね中ぐるぐる動くんですね。なかなか面白い作りなんですけど、まああれを使うのもありかなとはもう思っているんですけど、しばらく使ってないので、果たしてバッテリーがね、今も使えるかどうかっていうのがちょっと大きいクエスチョンマークがつく。まあそんな、ものも、持ってますと。まあ今も持ってるんですけど、今もちゃんと正常に使えるかどうかっていうのはわからないっていうね。まあそんなところでしょうかね。まあなかなかね、このカメラはね、お金がかかりますからね。ちょっとね難しいなというところですかね。はい。まあそんなわけでもうね、自宅に到着しましたので、なんかこっちの方はね雨がねほぼほぼ止んでるような感じですね。うん。なんかねやっぱりその部分的にすごいところと弱いところがすごいはっきりしていて、なんかすごい天気だなというところですかね。はい。そんなわけでね、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。